はい、マスタートです。日曜日、教会においての手術の、礼拝が終わりました。12時20分過ぎですね。はい、暑いですね。今外の携帯で見たら25度ですね。真夏日ですね。本当なんか体調が、崩れますけど、金曜日が11月の3日で、勤労感謝の日、昨日が土曜日ですね。で今日が日曜日で、3連休ですけど、私仕事でまだ明日までお休みで、4連休ですね。スケジュールがいろいろ変更で、思わず、4連休になりましたですね。土曜日はお仕事でしたけど、急遽他の、その休みになりましたですね。不思議と金曜日、土曜日、日曜日、月曜日ですね、まだ明日まで、お休みです。なかなか本当に、とても高揚ですけど、なかなか体調維持するの難しいですね。昨日も昼寝、3時30分ぐらいちょっと昼寝しすぎたかなって感じで、夜が寝つきが悪かったですね。朝起きるのが辛いですね。連日、8時半起きですね。8時起きはちょっと、寝坊なんですかね。普段は、10時出勤ですので、なるべく早めの、7時ですね。土曜日が早くて、8時出勤ですので、なるべく5時、とても辛いですね。5時起きて、どうしても、朝1時間2時間その出る用にかかりますね。中にはもっと早い、人もいるかも分かりませんけど、もうほとんどこの体調を整えるのが難しいですね。なかなか恥ずかしいですけど、礼拝説教聞くのも、苦痛ですね。最初は聞きますけど、どうしても集中力が途切れてきますね。15分過ぎどうですかね。なかなかその眠気じゃないですけど、なかなか頭に入ってきませんね。お恥ずかしいですけど、そういうことで、なかなか、体調維持、最近は、もうお恥ずかしいですけど、きちんと寝ようということで、いつも動画で、寝落ちしてしまいますね。きちんとして片付けてから、寝るように心がけています。もう恥ずかしいですけど、基本的なことですけど、きちんとして寝ようということで、片付けて、いろいろその歯を磨いて寝るということで、はい、そのようなことを心がけています。なかなかまだまだ、日曜日ですね。今日から1週間始まりますけど、先週も、日曜日すぐまた6回目のワクチン接種して、次は月曜日はお仕事、今まで5回目ワクチン接種した後、ちょっと用心して休み取っていましたけど、前回6回目はそのままお仕事でしたので、なんとか副作用がなくて、でしたけど、お仕事は大変でしたですね。重たい荷物を持つ時がありまして、腕が筋肉痛になって、年かなという感じです。今週も始まりますね。今週はまた土曜日までお仕事ですね。火曜日から、土曜日はお仕事ですけど、今週も始まりました。なかなかまだまだ、説教内容が頭に思いつきませんけど、なかなか体調維持するの大変ですね。そういうことで皆さん、11月5日ですね、5日で、25度、ちょっと大変ですね。はい、悲鳴を上げています。マスターとでした。ちょっと、体調のことを、言うなくしてしまいました。マスターとでした。仕上げる、マスターとこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。マスターとでした。仕上げです。パッションプレゼント、シャロム、シャロム。